カメラはその人の持っている第二の目であるとも言われています。新しいカメラ、パナソニックのルミックス GH4 です。購入した理由は、写真と同様に動画が撮れ、軽くて Wi-Fi で遠隔操作ができることでした。今日は近くを散歩しながら早速テストをしてみました。カメラも体が元気でなければ撮ることができませんが、健康管理も大切なことと思い、毎日歩くことを始めました。この庚申塔は272年前の1743年と年代が刻まれていて、徳川吉宗の時代に建てられたものです。八王子の民俗ノートによると、この榛名神社は群馬県の高崎市にある榛名神社を祀っているとのこと。御祭神は埴山姫の御事。大晦日には毎年氏神様祭りが行われて、子供が小さい頃、家族揃ってお宮参りをしました。この榛名神社から八王子と高崎は古来よりつながりを持っていたことを物語っています。2つの鳥居を見比べると、とても似ていることに驚きでした。その昔、武蔵の国、多摩郡、寺田村と呼ばれたこの地、とても東京とは思えないほど静かな山村でのどかなところです。訪れた友達やホームページを見た友達からも、田舎だねと驚かれています。住めば都と言いますが、大好きなところです。どうもありがとうございました。